あいつどうなったの？あの、カイル君。カイルはなんか千葉にいるんでしょ？千葉、あのなんかど面倒、千葉に行ったけど面倒、なんか周りの人間が面倒見てくれないから、なんかどっかもちょっとモビルスのあの外も見た、あいつ今タイにいるんだね。でもあいつは最低だな。あいつも本当最低だよ。俺一番好かないの伸びをしたよ。あれ来月まで、来月ぐらいまで終わりまで。あいつさ、だって女房と一緒にいるんですよ。はいはい。だってね、子供生まれるのできてどのぐらいになるんだろう。俺伸びをしに行くと2回くらいね、あの三月の名前の時と、あのあれでんと、あのケースつけてやったの。頭来たから、あいつらみんなまとめて、みんななんかただのチンピラだな。やろうかっていうの。俺なんかだったら年寄りだけどね、多少ちょっとできるぞっていう死ぬ気になれば。死ぬ気にならなくたって一発であんの。あいつらはったりばっかり、嘘ばっかり言ってんじゃん、あいつ。一番ムカつくよ、あいつ。西山の方がまだ可愛いよ。昔から言ってんじゃん、西山なんて大したことないけども、あいつの方がまだ可愛いよ。